次はチェキです。覚悟しなさい。チェキはですね、今回はシーズニングスの3人と、いっちゃんとにし5人のチェキを行きました。まず一部はほのぴといっちゃんに行きました。でまずほのぴの例に並んだんですけど、なんと1番に並ぶことができまして、ほのぴと撮ってきました。こちらです。じゃあほのぴやばくない？この可愛くない？このお色気お姉さん爆発ですよ。これはですね、ポーズはねねちゃんでほのぴポーズにしたんですよ。ねねちゃんっていうのは舞台のほのぴの役名なんですけど、私ほのぴポーズというとこれが来るかなと思うんですよね。これがそうだけど、なんかほのぴがねねちゃんのほのぴポーズって言ったら、どうしようかなってすごい悩んでくれて、こうかな、こうかなみたいな、やばくない？やばくない？それを私はこうやってって感じで、すごいなんかもうすごいガン見しちゃってごめんなさいね。本当にほのぴごめん。すごい可愛かった、もう可愛かった、白くてなかなかほっぺにみたいなとか、これですよ。ねねちゃんでほのぴポーズはこれです。はい、いただきました、ありがとうございます。わー、もうね、もう超可愛かった。もうほのぴと、もう一回絶対チェキ撮りたい。でもでもこんな可愛いお顔、もうねねちゃんすごく好きで、私が同じ高校生の同級生だったら、多分私ねねちゃんに多分好きになってる。やばくない？ねねちゃんの、ちょっとネタバレね、ねねちゃんの舞台でのピアノのどうぞのところ分かりますか？あそこがすごく好きで、もうねねちゃんみたいな、もうねねちゃんに恋落ちてて、ね、マジでねねちゃんみたいな感じで、はいはい、ねねちゃんです。あやほのぴです、ありがとう。次はいっちゃんのところに行きました。もうね、あのですね、めちゃくちゃもう神対応でした。もうやばかった、本当に。こちらいっちゃんポーズはイケメン浜田先輩とわちゃわちゃおふざけみたいな感じで、浜田先輩っていうのはいっちゃんの舞台のあの役名で、もうねねちゃんと来た浜田先輩でしょっていう感じで、もう浜田先輩とみたいな感じで、イケメン浜田先輩とわちゃわちゃみたいな感じで、たらなんか浜田先輩は今日初めてのリクエストだったそうで、初めましてですよねみたいな感じで、すごいこっち見てニコニコで、なんかうんうんみたいな感じでやってくれて、もう超天使だった。マジでいっちゃん、マジでいっちゃんやばい、いっちゃんめっちゃ好き、みっちゃん、はい、もうね、めちゃくちゃ神対応でした。やばくない？こうやって指ハートしてくれてるんですよ。でそれをね、私も横でこうやって見てて、こう、浜田先輩か、うーんみたいな、うーんみたいな感じで、もう可愛くて、もうずっと私もこうやってうーんみたいな感じで、じゃこうかなみたいな感じだから、じゃあ私こうやって浜田先輩ときめいてよみたいな感じでこうやったんですけど、そういっちゃんこっち見てくれてたから、私もねいっちゃんの方向きたかった、すいません、はい、もうなんか興奮しちゃってね、なんかあんな感じでした。もう超楽しかった。でブースアウトする時とかも、もうめちゃこんな、めちゃくちゃもうこんな感じですっごい手振ってくれて、なんかもうなんか、あいっちゃんみたいな感じで、もうなんかすごい、はいはい、やばかった、やばかった、いっちゃん可愛かったっていう感じで、はい、もう今でもね思い出してもこうニヤニヤが止まらないんですけど、はい、ということで次は2部です。チェキ2部は、うーたん、にし、みおちゃんに行きました。まずは、これはね、やばい。はい、うーたんと行きました。うーたん、やばくないこれ。これやばくない？やばくない？ウインクしてるよ。そう、ちょっとね、私が、もうなんか、うーたんのウインクがすごく欲しくて、カメラによって、小顔ポーズでウインクって、ちょっとね、注文の多い私で申し訳なかったんですけど、もうね、もうやばくない？もう超可愛いの。で、入った瞬間、なんか、あーみたいな感じで迎えてくれて、こんな感じで。で、スタッフさんが、カメラによってって言った、小顔ポーズでって言った瞬間から、こうやってもう、こうやってくれて、それでウインクみたいな感じで、もうなんかもう、もう可愛くて、もう可愛くて、もうすごい、もう顔ちっちゃいし、もうなんかもうすごく色白いし、もうなんか、あーって見ながら、私もなんか、あーみたいな感じで、可愛いウータンいただきました。ウータン可愛い、ありがとう。サイレント、口パクパクで、なんか、みたいな、もう天使だった。セーラームーンのポーズにするか、すごい迷ったんですけど、マジこのポーズでよかったって思いました。ウータンマジで可愛い、ありがとう。チェキの確認は、他の件ある人はその列に並びながらやってくださいっていうアナウンスがあったので、次に西のレーンに並んだんですけど、西のレーンに並びながらこうやって、ウータンのこうやって現像してたんですよ。パッて見た時に、これですよ。もう、もうここなんだって、もうなんかやばいみたいな、ニヤニヤみたいな感じで、もうなんか、ブルブルブルみたいな感じでずっとやってました。はい。という感じで、次は西のレーンなんですけども、もうね、やっぱりね、ビタミン B の衣装で西と言ったらもうこれしかないと思って、もうこちらです。カメラによって全力可愛い可能性が詰まってるんだザイということで、こうやってやってくれました。もうあー可愛いの、可愛くない？もうマジでここの脇の締め具合も手の開き具合も手の角度もマジでアイドル、超可愛くて。で西もこうサイレントでこうなんか
みたいな感じで。で、こっちらちらこっち見ながら、こうかな、こうかな、みたいな感じでやってくれて、あ、じゃあ、これでみたいな感じで、うんみたいな感じで、こうやってくれて、もう、はい、もう、ああ、もう可愛いです。もうマジで、西には可能性が詰まりすぎてるんだぞ、みたいな感じで、いただきました。ありがとうございました。いやー、ごめんなさいね。なんかね、私がね、すごい、なんか下からだから、すっさまみたいになっちゃって、すいません。ああ、これはいい思い出ですね。っていう感じでね、マジで西が可愛いんですよ。本当に。この角度も、この角度も、マジでアイドル。マジで、近づいてくれてありがとう。っていうかね、本当にね、小柄で超可愛いの。妖精さんみたいだった。本当に可愛かった。やばい、熱くなってきた。ああ、やばい。もう本当に、ありがとうございます。怒涛の私のチェキ5人祭りもですね、最後のミオちゃんになりました。もう大大大大大大大好きなミオちゃんとの、ツーショットチェキということで、もう超もう、はい、もうやばいんですよ。もう本当に幸せ。もうって感じで、私が動画でよくパッてやるじゃないですか。じゃそれをちょっとミオちゃんとやりたいなと思って、はい、こんな感じになりました。カメラによって、顔の横に両手をパッと開けてにっこりくださいって言ったら、やばくない？あのさ、ミオちゃんの歯が見えてるんですよ。やばくない？超可愛いの。もうやばくない？もう可愛い。もう可愛い。もうなんかもうすごく白くて、もうブース入った瞬間もなんか、みたいな感じで、もう、あ、はぁ、ミオちゃんみたいな感じで、もう可愛い、もう可愛いみたいな感じで、こっち見てくれてるので、顔の横でこれでこうで。っていう感じで、本当にこうジェスチャーでやり取りをして、もうこんな感じで、もう最高のチェキをいただきました。もうやばい、もう本当にミオちゃん、ミオちゃん好き、好きが止まらないっていう感じで、本当に可愛いミオちゃんをいただきました。もうやばいって、超可愛いな、やばい。そう、はい、っていう感じで、今回もビヨンズの部屋からのこのチェキ5枚と幸せ大爆発っていう感じで、もうやばかったですね。